皆さん、こんばんは。というわけでね、今回は、なんだ。そう。キューブックスとか、いろいろチョコショップ巡った時のものをね、紹介していきたいと思います。まずこれね、ハガズですね。かわいい。こういうさ、フィギュア系って憧れるやん。憧れるからさ、つい買ってみようと思ったわけ。なんか、チョコショップってさ、買う予定以外、もう絶対買ってるもんから、結果的に予算オーバーすんねえの、考えやすくても。確かなんかこれ100円のカゴの中に入ってたはかずないよな、確か。死ぬほど安くてびっくりしちゃった。で、本当にね、今回いっぱい買っちゃったからね、本当にね、みんなで買い物した気分になろう。オタクってさ、みんなこういうの買っちゃうじゃん。わかる。私も今そうだから。てか、早く2つ目出してくんねえから、すごいね、これ多分、袋の中でさ、どれ買おうか悩ん、買うっていうか出そうか悩んでるわ。あ、次出します。あー、そう、これ CD! そう、これね、CD ね、生だったけ2枚で100円とかいうセールやってて死ぬほど安いと思って。で、これはドリライの CD。で、これはクロバスの放送委員会っていうラジオパーソナリティみたいなやつでやるやつね。そう、これクロバスさ、マジで昔青春だったからさ、これ円盤で欲しいと思って買っちゃった。CD ってさ、取り込む方法、未だに分かってないのに買っちゃうよね。で、これは予約だね、これ。エンディング。そうそうそう。あ、なんかね、レシートついますね。おもろい。そう、ワンペダさー。もう、一気にドボンしちゃった。これ、本当にさ、気づいたらドボンだよ。で、これ、ドラマ CD ね。これさ、本当に可愛いの。みんなで遊園地行くんだけど、本当に可愛いから、全人類聞いてほしい。もう、チンコショップで見た暁には本当に買ってほしい。で、これ、ヨアペダの話戻れるかな？戻れませんでした。これはドリライですね。テニミファーストのドリライセカンド。本当にね、ファーストの夫人が大好きすぎて、もう集めちゃうよね。これもね、確か安かったんだよ。なんか何個かまとめて買って、でもこれさ、なんか500円とかやった気がすんの、ね、よ。2枚まとめて買って500円みたいな。CD のやつにカウントしてるんかな？でもそうね、CD と DVD が一緒のコーナーにあって。あ、で、そう、これ。これ、ファーストの評定ね。これ、ファーストの評定、関東評定さ、2種類あって、この一つ目の今見せてるやつと、もう一個今家にあるね、クリスマス限定のなんかインウィンターのやつがあるのね。で、クリスマスのやつだと、結構日替わりの要素がクリスマス要素出てて、すっごい可愛いからね、興味ある人はぜひ見てほしい。あ、これ、あれだ、そう。これね、確か222で買って100円で、バグじゃない？100円か300円やったかな？なんかそんな感じな気がする。ほんまにマジで、中古ショップって、稀にありえんぐらいバグな売り方するときあって、もうここずっとばかりに買っちゃうの。しかも私さ、気に入りの話なんですけど、ファーストをね、めっちゃ集めてるんですよ、私。集めてるから、これ、本当にね、買っちゃうのよ、つい。で、早くね、見ろよっていう話なんだよね。めっちゃ溜まってるから。で、これはね、友達にあげる予定のレオくんですね。かわいいね。そう、今度ね、テニフェスで会うときに、会う友達が、レオ推しの子がいるので、好きな方にね、お渡ししたいと思います。いや、いいですね。アースターね、なんか本当に、なんか、マジでゆるくだし、今ログイン生になっちゃって何も言えないんですけど、めっちゃめっちゃハマってました。本当にね、エアロがいいのよ。アンスタ君全部。普通のね、おしゃれだよね。あー、今度はショカールですね。これ半額って書いてる、何してんねんって感じじゃないけど。可愛かったんで、まず買っちゃいました。そう、ショカールね、グッズが少ないのよ。グッズ展開が私が把握しきれてないだけかわかんないんだけど、全然なくて。欲しいと思って、見かけたら思わず買っちゃうタイプの子でしたね。可愛い。次か。あ、これシールですね。これ、左の子が S3 の子で、この子は友達のし。で、今ひっくり返した左側の子は、ヒロアカの中で私が気になってる子ですね。もう本当にわかりやすいの、私の推し。気づいたらね、本当にこうやってメガネかけてる。マジでバグじゃん。しかもさ、噂によるから吸引長って聞くしゃ、やめて。で、これ、ヨアペダのね、ホテルコラボの時に、ホテルコラボだよね。の時のホテルキーホルダーですね。これ、黒だと、ゆうとくんのやつ2種類ね、ちょうどそれぞれあったんで買いました。これね、今回、その時別の、これはアニメーターですね。アニメーターで買ったんですけど、これね、別のアニメーター行った時なかったのよ、この2人のやつ。
なくて思わず買っちゃいました。でこれ御堂筋ね、この御堂筋もさ、なんか人気がわからんねんけどさ、なかったんで、しかもこれ見た時もラスいっちゃってるね。なんか御堂筋はね、友達もしたんだけどね、本当にこの御堂筋大好きで買っちゃった。なんかブクブーさんのコラボの時のやついいよね。でこれはね、クロワスのパシャコレですね。これあの友達と出かけたいんで、あのマクド行った時に開けました。でラインナップがこんな感じですね。本当はね、あの緑マークも推しだったんですけど、まあこのパックレアでてこずって感じですね。でこっちのパックなんですけど、こっちのパックでも出てこずっていう、まあ、でもレオニーがねいたんで、ちょっと用意としましょう。あのそう、ラクさんね、結構ラクさん結構好きなので、本当にあのー好きマジでクロバスって私のお宅の始まりだから、本当にみんな大好きで、マジでクロバスね、あの完結はしてしまったんだけどね、単行本は30巻しかなくて、なんか気軽に一周できると思うので、ぜひ見てほしい。で、これ、花絵札ですね。これ、ちとせとももちゃん出たんですけど、これ友達もね、同じパック買ったらね、マジで同じラインナップ出て、めっちゃ笑いました。マジで、え、何と思って。で、これね、ミコのコラボの時の、俳優さんの方の絵柄の缶バッジですね。これ、ももちゃんの俳優の方が出ましたね。これ、このももちゃんのやつさ、一時期隣のやつをグーで殴るアクストみたいな感じで湧いてて、めっちゃうまかったよな。その時のアニメ映画やってんけど、めっちゃおもろかった。で、これはパシャツですね。そう、エアードがいいって話をしたんですけど、つい買っちゃうんですよね。で、ラインナップはこんな感じでした。で、これがアイドルのサイドの方で、もう一個オフの方を買ったんだよね。置き場所に困ってますね。頑張れ。で、これオフの方ですね。そしてこれ可愛いね、みんな。そう、確かこの時のガンのあれかな、 ABC の博士がいるガンやったのかな。そう、多分このパッケージなんていうか、そうなんだよね、スマホ狙いやったんだけど、このパックにはいませんでしたね。そう、紙類のグッズっていいよな、本当に熱いの大好き。で、これがジャンプのフェスのやつかな、フェア特典のやつで出てきた3枚ですね。こういうのってなんかいいよね。なんか他のなんか自分の知らない作品を知る機会ないから、こういうのってやってくれるとありがたいなーって思いました。でも普通になんかこういう漫画のね、作画の感じも好きなんで、よく飾れたらいいなーって思います。次まだ出るかな。あー、これはね、 K ブックスで買ったやつだな。黒田の、あー、これあれだ、極楽のコラボの時のタオルですね。そう、これ770円が 20% オフってえぐないっていうのを多分見せてますね。そう、この極楽屋コラボをね、夜明けだからしてたんですよ。そう、ハマりたての時に、Twitter の総合さんにもそれ教えてもらって、え、夜明けだってコラボしてたんですかみたいな感じでびっくりしちゃって。で、これが、ゆうとくんのアクスタですね。ヤッキーにもなるやつ。本当にこれ何、優勝やめて。しかもさ、これ 20% オフのマジでバグなんだよな。結構。で、このゆうとくん何が面白いって、ゆうとくんのこのスーツの全面がわかんないから、絵師泣かせっていうね、本当にやる気らしい。これファーストのルドルフだ。モーザンリミットね。そう、ルドルフね。ルドルフ見てからね、クックするやつが気になってたんで、お迎えできて超嬉しいですね。本当にね、なんでこれも 20% オフなんだっていう話なんですよ。本当になんでこうさ、ミュージカルの円盤ってこんなにも安くなってしまうんだろうね。思っちゃう。で、そしたらね、あれだ、ペダステですね。ペダステのやつですね。これがさ、これ定価1万を超してんのにさ、これで1100円なのバグると思うんだよね。やめてほしい。で、そう、これね、黒田が入れないですね。結構ね、ざっと調べたんですけど、ペダステって結構キャストさんの入れ替わり激しいみたいで。なんか、いろいろね、スライドごとに違う味わいが出るのかなって思ってますね。で、これは、ね、たまたまね、隣にあった 2.5 次元のコーナーで行ったね、この時の黒田演じてた方ですね。みんなさ、みんなっていうか、二人ともドイツ人物なんですけど、この時の美女が爆発しすぎて。で、黒田何がいいってこのさ、ボーボーになってる時の黒田が大好きなんだよね。マジで、なんか、この言葉だけ聞いたら、マジで、やめてほしいって言う人いるかもしんないんだけど、本当にマジでいい。本当にね、黒田に関してはね、マジでかっこいいからね、本当にね、黒田が出てくるの2人目なんだけど、ぜひね、見てほしいですね。で、ここからまた K ブックスですね。で、ブルーロックの、これ、雪宮の、
アクリルさんですね。これしかも原画絵柄、本当にこれね、原画絵柄マジで好き。これ透明感みたいな値札わかんないと思うんだけどさ、友達にこれマンコしてんのって言われて、マンコするわけねえじゃんって思ってもう一回見せましたね。ちゃんと2000円台ですね。でこれはアリューのアクセですね。これ8巻やったかな、8巻の表紙のやつの絵柄ですね。本当にこのアリューの表紙の絵柄がマジ大好きで思わず買っちゃいました。でこれがユニシエのパシャコレですね。マジでこれが再販予定がないって言われて泣いちゃったよね。でこれあの見開きページ出てるね、これですね。マジでここの見開きのページ私だけでしかなくてさ、メンツは本当にバグかって思いましたよね。マジで何って思って、でアリュー10部これね、これが、極楽よコラボの時に、本当はグッズを買えば、特典でね、値段以上買えば特典でもらえますよというクリアカードだったんですけど、私が行った時にはもうなくなってました。本当になくて、何と思って狂ったし、まあでも、こうやってね、迎えできてね、良かったですね。で、そう、ブルブックがね、そうなんですけど、アリューと雪宮とね、あとカラス旅とも若干気になってて、気に入ってるんだけど、まずはね、ゆうとくんですね。ゆうとくんが弱しですよっていう話をしますね。そう、ゆうと可愛いからね、ありがとうございました。また、どっかでね、見てほしいですね。バイバーイ。